カが強くなりたいんだったら格闘技やんな。えうはーい。これおもろいな。で笑う時が来ればいいです。あ、そうはい、今日は最近の僕のなんか悩みをヒロさんになんか相談することとかでなかったなと思って、この場を借りてなんかいろんな質問そう悩み相談をさせていただければなと思って。何でも来いよ、早速いいですか。よし、来い来い来い。木戸さん、自分、はい、友達と仲良く楽しく遊んだりすることあるんですけど、その中で自分がいじられキャラに回っちゃって、友達とかも気まずくさせたくなくて、どうしてもそのままいじられちゃうんですけど、でも本当はちょっと嫌なところがあって、でもあんま言い切れなくて、こういうのってどうしたらいいですかね。ああ、なるほどね。いじられるのが あんまり。そう。なるほど。考え方がちょっと違うな、俺は、うん、いじられキャラが嫌だというんじゃなくて、うん、いじらせてるかな、俺は。うん、だから例えばボーリングとかでこうバーンって投げてるっていう、もうガタンってこけてしまった、うん、お前何こけてんだよとか言われたとしても、ボケとしておもろくするとか、うん、もう一回こけてみるとか、うん、もうこけてもうツルツルツルってもう真ん中までこうボーリングしてツルツルってちゃうみたいな、はい、みたいな感じを俺はやりたいかな。どちらかというと、いじられるというか、いじらせるというか、うん、で、そのね、いじってるやつって面白い、温かみのあるいじり方をするやつもいれば、うん、ただけなしだけのやつもいるよね、うんうん、まあ、もちろん俺もいじるよ、人を、うん、いじるけど、俺は温かみのあるいじりというか、うん、けなしのいじってあんま好きじゃないから、温かみのあるいじり方をするんだけど、こけた時にダッサって言ったらダサいけど、またもう一回こけたらもう面白いよね、うん、で、このままブワーって3回目で、今度はブワーって真ん中ぐらいまでいったら、ダッサって言ったやつがもうダサくなるよね。ボケたやつがおもろい、うん、俺どちらかというとこっち側がいいな、羨ましいなと思っちゃう。それで受けてたら、周りが面白いってなってたら、そうなるよね、うん、だから俺いじられたらいじられたで、全然いじられるっていうのが、まあ、いじめにつながるどの頃とかもあるかもしれないけど、この世の中で生きてるんだったら、やっぱそれは絶対みんな学ばなきゃいけないし、考えなきゃいけないこと、もしそれが嫌ならもう一人だけ誰にも会わないところでパソコンでこうやってやる仕事だけにした方がいい、うん、人間関係がある中で仕事をするんだったら、やっぱりそこは確実に学ぶべきところかな、うんうん、そうすればいじめられないし、はぶられないし、うん、なんなら自分のポジションを上に上げれるよ、うんうん、いい話かもしれないよ。ありがとうございます。木戸さん、はいよ。最近の悩みってわけではないんですけど、ちょっと木戸さんに相談がありまして、うん、なんだよ。今年で自分が29歳になりますと、うん、来年には30歳、うん、自分がこんな年かっていう不安とか焦りっていうのは徐々に出てきて、で、木戸さん今40超えて41歳、今年42歳じゃないですか。木戸さんにはなんかその焦りとかっていうのを感じなくて、実際どうですか、それって。あのね、焦ってない、まず。うん、というのも38、9ぐらいになった時に早く40代になりたいなと。まあね、例えば俺で言うと格闘技だから、あの格闘家で40代39とかだと、正直37も6も8も9もあんま見た感じ変わんないでしょ、うんうん、ただ40ってなると一気にアスリートの中ですげえ40代でやってんだってなるでしょ、うん、そうなりたかった。あ、そうなりたかったし、自分が30代とか20代の時のポテンシャルと変わらないようにしとけばいいだけの話で、俺的には年齢っていうのはただの数字でしかなくて、だから数字は早くどんどん大きくなってほしいと。なんなら俺今60とかだったらめっちゃおもろいなと。でそれでバッとバタバタ試合で20代ボコボコしてたらおもろいでしょ。だから数字はもっと増えていってほしい。ただ自分のポテンシャルだけを維持しとけばいいな。あ、じゃあ何するか、やっぱり日々の努力なんだよね。毎日何をするか、ね、じゃあ例えばサラリーマンだったら毎日こうやって仕事出社して仕事するよね、まあ、いろんなことこうやってやるけど、ただ自分が先に何を見てるかっていうところ、同じように同じ仕事、同じ同僚ね、同じ年数に入った人間が同じことをやってたって絶対に上には上がれないね。じゃあもしかしたらそこの会社でいろんなこと能力を身につけて、めちゃくちゃ努力していろんな知識を詰め込んで、その後そこの会社を辞めて自分の会社を立てて、もともといたその会社よりでかい会社を作ってやろうっていう目論みで、そこのサラリーマン
リーマンを頑張ってる人間と、ただただ与えられた仕事だけをこなして休みのためだけにこう頑張ってるみたいな人と全然違うよね、うん、多分自分がやっぱり30、40になってったらそれなりの自分のスキルがどん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 ついてくるから、逆にこう楽しみにしたいなっていう、うん、キトさん、はいはいはい、自分喧嘩で勝てるように強くなりたいんですけど、うん、格闘技始めた方がいいですかね。あ、なるほどね。なんで、喧嘩が強くなりたいかってところにもなるけど、まあやっぱ男をたるものやっぱ強くなりたいっていうのはやっぱあるよね。うん、うん、まあそれはすごいあると思うんだけど、喧嘩が強くなりたいんだったら格闘技やんな。え、だって格闘技やっちゃったら喧嘩できないからね。まあ、そもそも喧嘩って日本法律やっちゃいけないけど、うん、まあだけど防衛的なものはしなきゃな、うん、うん、結局、家族がいてね、変なやつら男 2,3 人バー来てここにこうやってやって、子供たち死んじゃった、奥さん死んじゃった、こんなことは良くないね、うん、もうこういうバカもいなくもない、うん、特にやっぱあの犯罪だなんだってやっぱ海外の人たちの犯罪が増えてるから、うん、でやっぱそういう風になってくるとやっぱり守んなきゃいけないっていうことから言うと、やっぱり強くなきゃいけないっていうのはやっぱあると思うんだよね、うん、だからその点で言う格闘技をやるんだったら絶対にあれだよね、うんうん、格闘技をやったら絶対強くなる、防衛的に守るっていう力は絶対に強い。これね、卓球、俺よく卓球で例えるんだけど、男ってヤンキーだったりとか、うん、それこそブレイキングダウンとか、うん、なりがいとかああいうのが出てる人たちって格闘技やってないのに俺強えよって思ってんだよ、うん、周りからね、マジで普通に考えたら格闘技ばっかり何年間もそればっかりやってきた人間に勝てるわけないよね、うん、絶対に勝てない。だけどそれが分からないわけよ、うん、俺は腕っぷしには自信があるとか、はい、腕相撲強えから自信があるとか、うん、ね、思っちゃってる。ただそういう人たち、アホな人たちも卓球とかで私県大会3位だった、うん、4位だったっていう女の子に卓球勝てないってことぐらいは分かるわけ。あー確かに。ただ喧嘩になったら、いや俺キドぐらい全然勝てるわってやついるのよ実際に、うん、いやいや待って待って何年やってると思ってるんだよね、みたいな話。格闘技って1年間しっかりやったらむちゃくちゃ強くなる、うん、じゃあ1年間卓球をめちゃくちゃ頑張ってみ、周りの友達に卓球負けると思う、ま、絶対負けないの。それと一緒、格闘技1年間やってたら周りのやつに負けなくなる絶対に。そう、そんくらいやっぱり毎日日々の練習っていうのがすごく重要なの、うん、でも格闘技をやったら強くなっちゃうから喧嘩とかする気すらなくなる、うんうん、でしやっちゃダメだし、うん、格闘技をやったら喧嘩しちゃダメ。じゃあちょっと僕からもう一個悩み相談なんですけど、夏が近づいてきてる中でお腹がだらしなくなってきちゃって、はいはいはい、ダイエットしたいんですけど、うん、なかなかちょっと始めらんないというか、ね、続かないというか、うん、どうやったら痩せれますか。こうやってバキバキにね、はい、どうそのいやこれね割れてんのに書いてるっていう、うん、まあちょっとまあまあいいんだけど、よくねやっぱ言われるんだよ、やっぱダイエットのこととか、うんうん、男にも女にも、うんうんうん、やっぱ街で会ってどうやって痩せるのとかね、私食べてないのに痩せれないんだけどね、まずもういろいろ言おう、食べてないのに痩せれないのとあるわけないんだよ、まずよーく考えてみ、あなた無人島で一生生きていきますよとじゃあなんでその人たちは痩せれないかって言ったら食ってんのよ。だからまずね、痩せるに本当に痩せる気あるんだったら自分が食べてるもの全部メモってみ、絶対食べてるから。でメモったら口に入れたもんフリスク一粒にすら全部メモるようにするの。それレコーディングダイエットって言うんだけど、それをやったら書きたくねえから食べるのやめようみたいなことになるし、こういうものを食べてたんだ、こういうことをやってたんだなっていう自分の見つめ直しにもなるから、まあそういうこともあるよね。であとはやっぱり運動して食事制限、この2つをして痩せれないなんてことは絶対にありえないから、結局摂取カロリーから消費カロリー、消費カロリーが上回れば確実に痩せていくから、運動して食べるものも抑えて、だってそれできないんだもんって言われたらごめんなさい、できません、絶対できません、それはできないんだもんって言ったら無理、薬を飲んでどのこうのとかで、健康的に痩せるには運動して食事制限すること、この2つをやれば痩せれる。ああいいな、ああいい体になりたいなとかなってる人たちはどうしてるかって言ったらこの2つをちゃんとやってる。まあ働きたくないし動きたくもないけど俺金持ちになりたいんだよなって言ってる人いたらムカつくでしょみたいな話よ。運動もしたくない、食事制限もしたくない、ただ痩せたい、言ってんの全く一緒。そういうやつになりたくないと思って頑張って節制すること、それが一番。頑張ります。
ご視聴ありがとうございました。もしこの後僕が痴漢撃退されたとするのならば、チャンネル登録よろしくお願いいたします。